おい、ここのセリフどうなってんだよ。前言ってたこととちげえだろうがよ。そう言われましても、さすがにこれ以上のセリフ変更は。はあ、いけねえことはねえだろ。ふざけんじゃねえぞ。おいお前ら、盛り上がる準備はできてっか。いいか、ここからが本番だ。置いていかれねえよ。しっかりついてこい。そしたらお前らを幸せにしてやるよ。キャー！国民的アイドルグループの中でもとりわけイケメン枠として黄色い声援をいつも浴びてきた松本潤。演技をすればその甘いマスクととろけるようなセリフで世の女性視聴者たちをいつも魅了し、バラエティ番組ではしっかりと体を張る姿を見せるなど、彼の活躍の幅は実に広い。嵐が活動休止となる衝撃的な事態が起きても、嵐としての看板を掲げ世間から忘れ去られないように活動を続けた松本だが、しかしそんな輝かしい光は別として、彼の裏側にはドロドロとした闇深い本性があることをご存知だろうか。最初にそれが顕著に現れたのは2016年の頃だった。大塚さん、今お前どこにいる？どこって家だけど、今料理作ってて。ならちょうどいい。今から俺ん家来い。あと5分くらいで帰るから。今から？そうだよ、来れんだろ。なんたってわざわざ俺ん家の近くに引っ越してんだからよ。とにかく大至急な。遅くなったらわかるよな。うん、わかった。今すぐ行くよ。松本が呼び出した彼女の名前はセクシー女優の葵司。松本との関係は見ての通り交際相手で、2013年から頻繁にマンションに出入りするほどに仲はかなり深かった。ただここで松本のことを少しでも知っている人は疑問に思っただろう。松本は井上真央と熱愛していたのではないかと。ねえ、聞きたいことあるんだけど。あ、なんだ。私たちって付き合ってるんだよね。井上真央さんとはどういう関係？おい、それ聞くなって言ったよな。潰すぞお前。気分そがれたわ。もういいお前帰れ。え、せっかく来たのにもう？ああ、なんか文句あんの？あ、いや何も。分かった、帰るよ。ちなみにタクシー代は？渡すわけねえだろ、さっさと帰れ。毎日毎日あんな扱い。井上真央さんとの関係も濁されるし、もう嫌だ。界隈では2005年の花より団子で共演してからずっと真剣交際が報道されていた松本と井上真央の関係。別れたというような報道もなく、熱愛ばかりが報じられるその裏でずっともてあそばれていたのが葵司だった。しかもそれは2016年の松本の二股がスキャンダルになっても変わらない。それどころか、売名行為に誹謗中傷。なんで私がこんな仕打ちを受けなきゃいけないの？あの人は守ってくれようともしないし、このままじゃ私。当時はまだ存在していたジャニーズタブーの事務所パワーのおかげでスキャンダルが闇の中に隠されたのだが、その身代わりと言わんばかりに彼女の名前だけが意図しない形でマスコミによって書かれるという理不尽。それによって松本の被害者にもかかわらず、松本ファンたちからの中傷を浴び、 SNS の停止やイベントの中止など、彼女はどん底に突き落とされていた。松本潤は土下座する形で井上真央と復縁し結婚間近。結婚延期で完全破局？ねえ、いろいろな説が飛び交ってるが、これ以上探りようはねえな。仕方ないだろ、何かあったらすぐ事務所が圧かけてくるしよ。ほんと事務所パワー様々だよな。こうして二股スキャンダルという大きな騒動をノーダメージで終わらせられた松本。芸能界には無数の理不尽が存在しているとは言われるが、これもその中の一つと確かに言えるだろう。そしてその中で育てられてきたからこそ、彼の横暴な振る舞いが改められる機会がなく、それが増長した形で顕著に現れたのが大河ドラマ「どうする家康」での圧力だ。ねえ監督、もっと俺をかっこよく見せられないの？
このセリフと演出じゃ俺が引き立たないんだけど。そう言うけどね、ここを変えちゃったら他の人のセリフを変えないと。変えればいいじゃん、どっちが大事かわかるでしょ。またやってるよ松本さん、あれで何回目だよ。また俺のところが削られるんだろうな。セリフ泥棒だもんねあの人。スタッフとか助監督たちに脅迫まがいの恫喝もしてるし、はっきり言っても一緒に仕事するのしんどいわ。あんな人だと思わなかった。あんなの許したらダメだろ。そうだ、これを告発って形で週刊誌に持ち込めば松本潤の真の姿、そうして書き換えられた台本とともに暴露された現場からの告発、当然ながら SNS では大炎上だ。ジャニーズ問題でいろんな人が苦しめられてたのに、最前線で活躍してた人の行いがこれ？闇深すぎるだろう。コンプラ終わってんな。松潤がこんなことするわけないじゃない。でっち上げよでっち上げ。何でもかんでも炎上させないで。批判と擁護が入り乱れる SNS 上、もちろん週刊誌のことを全て信じるような人はこの時代にそういないだろう。ただ証拠の台本や具体的な現場の話、そこに加えて事務所の回答がそれを嘘だと断じるにはあまりにも弱すぎていた。キムタクの社名変更は全て事実無根って完全否定のコメントがあったのに、松潤の件に関しては事実とは異なるものと認識しておりますか、否定したいのなら前みたいに完全否定すりゃいいのに、それをしなかったってことはつまりそういうことだろ。ジャニーズ問題で事務所パワーが落ちているのか、松本自身の求心力が落ちているのか、はたまたその両方か。何にせよこの松本の暴走が報じられたことによって、せっかく大河の主演を務めたというのに彼の評価は地の底に。それを拾い上げられるとしたら、魔王潤のカップリングで1月に電撃入籍と噂された井上真央しかいなかったのだが。井上っていや松潤との結婚の噂があるけど。していませんよ。ネットじゃよく結婚しかけてるって話が出ておめでとうとか言われるんですけど、否定をしないと肯定と思われちゃうんですよね。本当に何もないんです、と公の場ではっきりと結婚を否定。そこで見せた彼女の笑顔を見ればそれが真実かはよくわかるだろう。はあ、すっきりしました。これまでは相手がジャニーズということもあって結婚を否定したくともできなかったということなのだろうか。ずっと抱えていた悩みをようやく吐き出せたと言わんばかりのすがすがしい彼女の笑顔。自身の暴走によって厄介俳優の印象がつき、最愛の相手と言われていた女性からも手を離されてしまった松本。かつてはあれほど引く手あまただった彼の手を引っ張ってくれる人はもういなくなってしまったのかもしれない。天下のジャニーズの権力が崩壊して、これまで天狗だったジャニタレは生きにくくなりそうね。まあこれまで事務所がやりたい放題やってきたからね、ブースト状態から健全になっただけだよ。でもさあんた花より団子の松本潤見たことないの？ん？あるけど。仕事でもプライベートでもあのキャラのまんまとか、実は本物のプロやんけ。逆に謙虚な松潤とか吐き気するわ。動画のコンセプトがブレるからやめい。